私に手を差し伸べてくれた。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。もしあなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。さようなら、キアナちゃん。だと思うんだよバカ。なんて大丈夫だと思うんだよバカ。バカ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 。でザーク再生します。崩壊。その歴史は僕たちの想像よりもはるかに長い。踊ってんだけど。このそれは5万年前の戦いの勝者。全世代の人類文明を後なんかフラフープダンスしてんだけど。僕から愛する人を奪い去った。助けて。そして僕は彼女を救う旅へ出ることにした。どう旅始めたんだけど。第一律者が誕生した時、僕は彼と仲良くなろうと交流を試みた。第一律者めっちゃ顔が、もちろんその結末は喜ばしいものではなかった。感情がせくちゃだ。しばらくして第二律者が誕生した。第二律者さんね。僕は彼女から大事な人を復活させる希望を見出した。希望が出た。あの戦いで多くの人間が自身の命を捧げた。未来のために道を切り開く者たちの多くはシベリアで眠りにつくことになる。焼けたママ。時の圧力と崩壊の勢いは止まらない。これに抗う力も新たな世代を迎えた。彼女たちは裏切りや抵抗を抵抗して、マスターとはエンディーちゃんなんか虹色、なんか回りすぎて虹色入ってない。大丈夫、回りすぎて虹色入ってるんだけど。回りすぎて虹色入ってるんだけど。大丈夫、この子ママ。なぜならそれは僕たちの願望を反映しているから。願望ね。なんかあの悪魔が支えてくれてる。しかしどれほど美しい夢でもいずれ目覚める日が来る。起きちゃった。その時僕の偉大なる計画も新たな幕開けを迎えるだろう。ちゃうんだろう。もう一生下げといていいんだけど。崩壊の女王が降臨し、世界が彼女に神父した時、崩壊の降臨ってさ、何の迷いもなく刃を掲げ、神を敵に回すものだ。崩壊獣からしたらそんな感じのあれだったの。彼女は彼女たちの信念で一時の平和を手に入れ、ね、ちょっとそんなペンナ振っちゃうぐらいの勢いだったの。嘘でしょ。勘弁して。僕の計画が着実に進み、あの巨大な蛇が闇から近づいていることに。なんか大崩壊の後、人々は再び自分たちの道を歩み始めた。力を手に入れ、かつての約束を果たした者がいる。だが彼女たちは同時により強大な敵に遭遇することとなった。あ、なんか、心に決めた約束を守るために命を犠牀に他人を救った者がいる。めっちゃ頑張ってる。流れ星の光はあまりにも眩しく、誰もが追いかけようとするだろう。現在眩しい光を手に入れたい者もいれば、流れ星を助けたいと思う者もいる。大変楽しそうですね、デュランダルさん。争奪が生まれればそこには敗者も存在する。めっちゃ笑ってるんだけど。しかし大事な人を光へと返そうとする願いの方が強かった。めっちゃ名先輩追っかけてる。そのため彼女は芋虫のまま、キアラちゃん抱えてあげて。そこはねえ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 。罪人になることを厭わず運命の束縛を断ち切った。そんななんか今のさ、ハートフルな感じだったって。ねえねえねえ、そんなハートフルなシーンだったって。まだまだ続く。ねえ待って、この先の道がどこへ繋がっているのか見てみよう。そんなハートフルな内容だったっけ。そんなハートフルだったっけこれ。そんなハートフルだったっけ。終わったけど。まだか。1秒終わったわ。そんなハートフルだったっけ。嘘でしょ。見てきた世界嘘でしょ。完全一致。勘弁して。勘弁して。いや、非常にわかりやすいけど、